サー・ジョン・スティールによるジョン・レスリー教ジョン・レスリー教は、スコットランドの数学者、物理学者であった。熱に関する研究で有名である。1802年に、初めて毛細管現象に対し現代的な説明を与え、1810年に、空気ポンプを用いて、水を凍らせ、初めて人工的な氷を作成した。1804年、沸騰水で満たされた。 立方体容器を用いて放射熱の実験を行った。立方体の一つの面はよく磨かれた金属、二つの面は粗い金属であり一つの面が黒く塗られていた。放射は黒い面からが最も大きく磨いた面からのものは無視できることを示した。この装置はレスリーキューブとして知られる。縦具屋で家具職人の父、ロバート・レスリーと 母アン・カーステアーズの間に、ファイフのラルゴに生まれた。レビンで幼少期の教育を受けた。13歳の時、デスリーの数学と物理科学の適性を認めていた友人に勧められ、セントアンドルーズ大学に入学した。1784年にコースを修了した後、名義上はエディンバラ大学で進学を学んだが、それ以上の学位は得なかった。 1788年から1789年まで、バージニアの家族の家庭教師を1年以上務め、1791年から1792年の終わりまで、スタフォードシャー、エトルリアの女性やウェッジウッドの家族で、同じような職を務めた。暇な時間を、実験的研究とビュフォンの1793年に休館。 出版されたナチュラルヒストリー・オブ・バーズの翻訳の準備に用いた。翻訳はお金にもなった。英賞とアカウントオブエクスペリメンツアンドインストルメンツ Depending on the Relations of Air to Heat and Moisture の扉へエディンバラ62クイーンストリートにあるレスリーの家エルソの十2年間物理研究を続けその結果多くの論文が ニコルソンのフィロソフィカルジャーナルに寄稿され、ロンドンの王立協会のランフォードメダルを受賞した、エクスペリメンタル、インクワイアリーイントゥザネイチャープロパティーズオブ、ヒートを発表した。レスリーを異端であると非難した党による暴力的な反対にもかかわらず、1805年、エディンバラの数学長であった、ジョン・プレイフェアの公認に選ばれた。 この就任中にエコースオブマスマティクスの二巻を発表したディスクリプティブジオメトリアンドザセオリーオブソリッツと題した三巻は未完である。1810年に行った人工製氷過程の発明に関して、1813年にエジョートアカウントオブエクスペリメンツアンドインストルメンツディペンディングオンザディレーションズオブエアツーヒートアンドモイスチャーを発表した。 1818 18年の論文オンサー10、Impressions of Cold Tramited, From the Fire Atmosphere, With an Instrument Adapted to Major Zem は、Transactions of the Royal Society of Edinburgh に掲載された。1807年に、Edinburgh 王立協会のメンバーとなった。提案したのは、ジョン・プレイフェア、トーマス・チャールズ・ホープ、ジョージ・ダンバーであった。 1819年にジョン・プレイ・フェアが亡くなった際、自然哲学長に昇進し、亡くなるまでその地位にあった。掛け算表に関する有名な本、ザ・フィロソフィー・オブ・アリスマティックを1820年に発表している。1823年、授業に使うのを主な目的として、エレメンツ・オブ・ナチュラル・フィロソフィーの第一回を出版した。レスリーの物理学に対する、 主な器用は、その発明に関して、ランフォード白と争った器具である視差温度計の助けによってなされた。この器具に様々な独創的装置をつけることで側光、吸出性、空間の温度などと関連する多種多様な研究に使うことができた。1820年、自身が唯一高く評価したフランス研究所の客員に選出され、 1832年初めにはナイトに除された。晩年はエディンバラ新市街の62クイーンストリートにある大きな常時様式のアパートに住んでいたとされている。1832年11月にファイフのラルゴ近くに得た小さな土地であるコーツで66歳でチフスにより亡くなった。この年はチフスが流行していた年であった。無神論者であった。 未婚であり子供はいなかった。兄弟に、ラルゴで建築家、建築者であるアレクサンドル・レスリーがおり、その息子で、ジョンからは老いにあたる人物に、土木技師のジェームズ・レスリーがいる。この老い、ジェームズの息子は、アレクサンドル・レスリーである。ありがとうございます。